どうも、庄司です。さあ、今回はですね、リベンジ、長渕剛っぽくなったら即終了、やらせていただきます。前回はですね、あいみょんのマリーゴールドでチャレンジしたんですけども、ついつい長渕剛さんっぽくなってしまって、終了いたしました。難しいですね。やっぱりね、もう中学生の頃からずっと長渕さんを聴いて、ギターを弾いて、長渕さんっぽく歌ってましたので、かなり影響を受けてますので、他の歌を歌っても、ちょっと長渕さんっぽくなってしまうっていう癖があるんですね。そこをですね、ちょっと長渕さんっぽくならないように歌うというチャレンジコーナーでございます。さあ今回、無事、歌うことができるんでしょうか。どうしてもね、これ難しいんですよ。これ普通に歌ってるんですけどね、ちょっと意識して、長渕さんっぽくならないようにって意識しないとね、どうしても出ちゃうから、曲だよね。あいみょん、マリーゴールドダメだったんだから。どうしよう。でも女性の曲がいいと思うんだよね。何がいいかな。でもあいみょんは、あれだもんね。ギター弾いて弾き語りもするから、女性で、若いけど、ちょっとやっぱ、長渕要素が入ってるんですよ。ギター一本でね、マリーゴールドとか歌ってますから、あいみょんの中にもちょっと長渕要素が入ってると思うのね。だからその長渕要素がない女性アーティストがいいと思うんだよね。となると、グループとか良くない?ね。グループで、何にする?これいいんじゃない?これ。AKB48! これいいでしょ?これはどう考えても、普通に歌えば、長渕さんにはならない。ね。これちょっといい?カップ?これ高いよね、多分ね。これでいったらいいんじゃないかな。さあいける、今回はいける。長渕剛さんっぽくなったら即終了。AKB48 で恋するホーンチュックキー。あなたのことが好きなのに私にまるで興味ない。何度目かの失恋の準備。いえいえいえい位とかさ入っちゃうとさ、どうしてもね、おうおうおうになっちゃうよね。今回いけると思ったんだけどな、ちょっとしゃがれちゃったな、残念だな。好きすぎんだよな、長渕さんが。イエイイエイイエイとか、もうちょっとそういう歌詞はちょっと避けていこう。チャンネル登録お願いします。